へい、ルイ、風邪はもう治ったのか？ああ、昨日一日寝てたら随分良くなったよ。ああ、そういえばいいニュースがあるぜ。あ、何？実は昨日、運動会の選手決めがあって、ルイも俺と一緒にリレーの選手になったから。僕がリレーの選手？なあ、嬉しいだろ？嬉しくない！ルイ、カレーの選手ってなんか美味しそうだね。カレーじゃなくてリレーね。クラスの代表で走らないといけないの。そもそもなんで僕が選ばれたのさ。だってリレーの選手だぜ。運動会で目立って女の子にモテるチャンスだろ。だからルイも絶対走りたいと思って俺が推薦した。なんでそんなことするの。みんながゴンジみたいに目立ちたいわけじゃないから。そもそも僕運動が苦手なのに。やっぱり先生にメンバーを変えてもらおうよ。決まっちゃったんだからしょうがないだろ。ベケッツ、1週間でとびきり足が速くなれるアイテムとかないか。あるよ。でも結構辛いけど平気。なあ、大丈夫だぜ。何でもいいから出してくれ。いや、特訓するのは僕だから。地獄特訓ロボ、シゴキング。どんなことでもできるようになるまで特訓してくれるロボットなのだよ。なんか怖そうなの出てきた。今回は時間がないから最高レベルの超激辛でいいよね。望むところだ。だからやるのは僕だから。足が速くなる方法、速くなりたい人のための4つのコツ。ゴール。今のルイの 50m 走の記録は10秒5だ。中学1年生の平均タイムが8秒4と考えるとルイ君は遅い部類だな。心配するな、私に任せておけ。あー、超激辛の特訓ってどんなことをさせられるんだろう。よし、決まった。ルイ君、走るときに太ももをおへそまで上げることを意識しよう。そうすれば走る歩幅が長くなって速くなるぞ。え、それだけですか。そうだ、誰でも正しいフォームで走れば速くなれるから一緒に頑張ろう。は、はい。はあ、聞いてたイメージと違ってなんか優しいコーチでよかった。早く走るコツ、その1、太ももをおへそあたりまで上げる。よーい、太もも上げる、太もも上げる。なんかさっきより早い気がする。あ、なんか背中が熱いって。服が燃えてる、燃えてる。そのままゴールまで走れ、ルイ君。にゃー、水水水。すごいぞルイ、9秒7だぜ。 0.8 秒も上がったぞ。あ、死ぬかと思ったけどタイム上がった。早くなったな、ルイ君。今服の後ろが燃えたことで君の背中がぐんとまっすぐに伸びた。背中を伸ばしてお腹に力を入れると足の力がまっすぐ地面に伝わって蹴る力が強くなるんだ。そうすることでより速く走ることができるのだ。だから背中に火をつけた。いや、先に教えといてくださいよ。早く走るコツ、その2、背中をまっすぐ伸ばす。よし、もう一度走ろう、ルイ君。やっぱりペケペケ製のアイテムだから無茶するな。今度はどんな目に遭うんだろう。よーい、とにかく早くゴールすれば特訓を受けなくて。あ、なんか手に乗ってる感じが。あ、サソリ。いや、サソリがこんなとこにいるはずが。安心しろ、本物だ。もちろん毒だってちゃんとあるぞ。いやー、あっち行け、あっち行け。すごいぞルイ、8秒9だぜ。僕が8秒台。でも、サソリで死ぬかと思った。走るときは足ばかりに意識がいくが、腕も大事なのだ。腕を大きく速く振ると、体が連動して自然に足の回転も速くなる。そうすれば、もちろん走るスピードは上がる。8秒台を出すための奥の手、それがサソリだ。いや、リスクがでかすぎるから。早く走るコツ、その3、腕を大きく速く振る。じゃあ今までのまとめをしよう。次はどんな目に遭うんだ。安心しろ、もう何も起きない。思いっきり走れ。もう信用できないんですけど。よーい、ダーン。あれ、本当に何も起きない。ルイ君。あ、その写真は。ほら、早くしないとこの恥ずかしい写真をいろんな人に配っちゃうぞ。やめて。すげえぞルイ、今のタイム8秒7だ。いや、もうタイムどころじゃない。走り出したらまっすぐゴールだけを見て走れ。そうすると上半身が左右に揺れなくて力が逃げずにぐんぐんと前に進んでいくんだ。さっきの背中を伸ばして姿勢を良くすることと合わせて意識しよう。いや、早くなった理由違う気がするんだけど。早く走るコツ、その4、まっすぐゴールを見て走る。そして
さあ、リレーも大詰め、最後のアンカーです。僕がアンカーなんて。わ、次、ルイの番だ。うん、練習通りにやれば大丈夫だ。ルイ、最後は頼んだぜ。よし、練習通りに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 。なんか熱って、燃えてる。練習通りだ。しかもサソリまで。練習通りだってことは、全生徒に見せちゃうぞ、ルイ君。ルイの活躍で俺たちのクラスはリレーで学年1位を取れたのであった。めでたしめでたし。これもう練習方法関係なくない？チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。お願い。